この事件何もかもやる気が起きないよ。どうしよう。ピギー！大丈夫。この時期何かやる気を起きるためにも、何か YouTube とかでやる気で見るモチベーションの動画を見て、モチベーションを上げるべきだ。あ、もしかしてもう一人の僕。あかんわ。はい、ということで遊戯王でね、あのもう一人の僕言うてね、闇パウロがということで、今日やりたいのは高校時代で印象に残った練習ベスト3やっていきたいと思います。ということで、高校時代ね、大阪桐蔭行ってた時の印象に残った練習をベスト3で紹介したいと思います。いろいろあったんやけど、正直全部の練習きつかった。しかも全国優勝を目指すチームだったから、みんな上手いし、その中でも周りの多分他のチームよりかは意識高い人が多かったと思うから、余計に一個一個の練習集中してやらないとボール触れない時とかもあったし、集中してやらないと上行けないってことで、すごい集中して頑張りました。練習多分ね、テロップでね、うまくね、あの編集してくれてると思うからね。もう僕別に話さなくてもいいんだよ。あらやだら、プラスていや、あらあら、カウボーグが舞台だ、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 にゃー。はい、ということでやっていきたいと思います。あらやだら、プラスていや、あらあら、ベスト3からいきます。ベスト3、はい、ベスト3は山蘭っていうのがありました。僕たち大阪桐蔭高校っていうのは奈良の県境で生駒山っていう山があるんだけど、山の上にグラウンドがあって、その山の下に学校があるんだ。毎回毎回学校終わってから練習やってんけど、練習登っていかなあかん、普通はバスで移動すんねんけど、それを山を登って走るっていうトレーニングがありました。僕たちが1年の時の3年生とか2、3年生は山蘭あんまりせんかったと思う。僕たちの代が3年生になった時により全国目指したいということで、全員、まあほぼ全員な、やらない人もいたけど、ほぼ全員毎日山蘭するようになりました。僕たちの代の人間が早かったわけじゃないねんけど、僕たちの1個下がめちゃめちゃ早くて、それはほんま嫌やってんけど、毎回毎回走って山を登らなくちゃいけないっていうきつい練習がありました。週に2回ぐらいかな、タイム測ってやってました。僕は遅い方やったんか、遅い方っていうか、まあ真ん中らへんかな。でもね、早いやつにはね、4分とか差つけられた時もあります。普通にバゲモンが早かったわ、下のメンツ。白井康介が早かったね。白井康介、今札幌におるね。白井康介めっちゃ早かった。あれはほんまにうざかったね。でもあのおかげでめちゃめちゃ足腰めっちゃ強くなってね、みんな多分いいトレーニングになったんだと思います。今やったらすごい腰も燃えそうなったけどね、去年とかやってみたら。やっぱ大人になってからやるともう燃えそうになる、腰が。コルセット巻いて走らなあかんね。その時はね、よりきつかったのは、俺らが1年の時にの3年ってほんまやっぱり神様みたいな感じやってんけど、その中でも何人かがもうすごいオラオラしてる先輩がいたんよ。その先輩を押して上がらなあかん、押して上がらなあかんし、自分もそのタイムにちゃんと入らなあかんってことで、とても大変やったっていうのを覚えてます。で、押せって言われる選手がいて、まあ俺はそのメンバーに入っててんけど、その人が言いやすいかな、その人が押せって言いやすい人、押せって言いやすい人に俺押して上上がれって言うねんって、そいつが言うねんけど、それほんまみんなほんまにそいつが苦しそうやったら交代してあげたり、俺がほんまきつそうやったら交代してくれたっていう思い出はあります。ほんまにきつかった、あの時は。それでもタイム入られへん時とかあってんね。その先輩入られんくて、自分も入れんくてっていう時もあってんけど、その時はコーチとか監督それ知らんから、普通になんで上がられんのやとか、なんでそこ頑張れへんのやって言うねんよ。こっちからしたら、この先輩めちゃめちゃ押してんねんでっていうのをほんまに言いたかった。でも言えなかった。でも今言いたかったん、その時。でも今言えるねん。でも言いたかった、その時言いたかった。でも今言える、言いたかったねんけどね、今言えるから今言う。押したのしんどかったんだから。監督コーチ見てる？そういえばね、監督コーチって言うと、1週間正座して坊主って監督に言われた。この前の印象に残ったあの出来事、ベスト3やったよ。ここら辺出てると思うんだけど、今がこれね、ここ出てるでしょ今ね、出てるね。これやった時に、次の日かな、1週間正座して坊主って俺の親に言ってたらしい。笑ってね、笑って言っててんけど、よかった笑って言ってて、まあ昔の話やからね、今と全然ちゃうから、まあその話は置いといて、ショーン。
はい、ということでベスト3山蘭でした。山蘭ほんまきつかった。先輩押すのがきつかったっていうのが大きいかな。ではベスト2、ベスト2ですね。ベスト2は絶対に入ることのできないシャトルラン。そうなんですよ。ということで第2位はシャトルラン。で僕らのシャトルランっていうのは負けた時にやるとかも多いし、僕らのチームは監督が納得いかない時とか練習の態度とか練習の熱感じれなかった時に走らせれることはありました。あと試合でね、僕たちの力出せるのに全然発揮できないっていう時、そういう時は集中しないっていうことで一回シャトルラン入れてたと思います。その時にただのシャトルランじゃなくて、さっきも言った通り絶対に入ることもできないシャトルランでした。ハーフコートで6秒とか7秒で走れとか言われる時あった。それが7秒ぐらいで10本とかするねんけど入られんくて、ほんまに。でしかもキーパーとか走る遅い人とかほんまに入られんから、みんな押すねん、まあ、押すねんけど、それで入られへんくて、ほんまに入れんくて、もうほんまに無理やってなった時はもう監督とかコーチの秒数がちょっと遅なったのは覚えてる。1、2、3、4、5、6、7、よっしゃーって言ってた監督とコーチ。ありがたかったなあれは。最初の1、2、3、4、5、6、7、あ入られへんのって言ってたわ監督のコーチ。嘘嘘、それは嘘だよ。僕たちのとこはな、理不尽っちゃ理不尽やってんけど、シャトルランでも最後の方は監督コーチが普通にこれ入ったら1本減らしてくれるとか、秒数ね1、3、4、5、6、7、イエーイってやってた。だからそれで助かったのは覚えてます。それなかったらほんまに地獄やったね。ヘルダッシュやったね。ヘルダッシュ、地獄だからヘルダッシュやったね。はぁ、あぁ、これもカットでお願いします。すいません。はい、ということでラスト、一番きつかった練習で一番印象に残った練習、はい、ベスト1位です。1位はハーフコートのほふく前進。うわ、聞こえました今、ほふく前進です。漢字で読めるかな、みんな。これ読めるようにならなあかんよ、みんな。これ俺らなサッカーノートでもほふく前進って漢字で書いてたから、ほふく前進、練習メニュー何したか、ほふく前進って書いてた。これほふく前進ってね、普通のほふく前進やと思うやん。僕たちのほふく前進はハーフコートを往復するほふく前進でした。ほんまにきついかって。俺らがやったのはまずね、手だけで足持ってもらって、手だけでこうやって向こうまで行くんよ。向こうまで、ハーフコートの向こうまで行くね。で帰りはほふく前進でめっちゃ速く、めっちゃ速く帰んねん。足も使って、でめっちゃ使うねんけど、もうここ、もう人工芝やってん、俺らのグラウンド人工芝やってんけど、もうここっと、もう足と、もうボロボロよ。もう終わった頃にはがむしゃらに、がむしゃらにグーやって、もうここ破れるわ、ボロボロで黒なるわ、もうシワクチャなるわ、でここ血出るわ、でもううわー。だからね、もうその時はもういけーっていうか、もうなんか俺の気持ちは行ったれっていう感じでやってたから、嫌やね、嫌やけど、やるからには場を絶対乗り越えなあかんっていうことで行ったれっていう気持ちになってた。それはサッカーにも影響あったんちゃうかなと思います。やらなあかん時に集中力すごい出たんちゃうかなと思います。気持ちの面でもね、もう行かなあかん、行け、このもうこの時間乗り越えて行ったれっていう、このメンタルはついたんじゃないかなと思いますよ。はいよ、はいよ、はいよ、はい、ということでベスト3やったんですけど、多分ね、もっとねきつい練習はあったと思う。きつい練習はあってんけど、印象に残ってるのはそれでしたね。他の人たちからしたらそれサッカーの練習なんて言われるかもしれないですけど、これで強なったっちゃ強なったよ僕たち。気持ちの面と、あとパワーついて、僕たちの面に今全部ボール使ってないけどね、僕が紹介したやつボール使ってないけど、これでもまあまあメンタル強なったと思います。今は知らんけどね何やってるか。その時はそれでインハイもベスト8に行けたんだと思います。で選手権出ようと思ったけどね、選手権は大阪の決勝で負けちゃいました。ひゃー、すっごいみんな応援しに来てくれたのにね、全校生徒。残念でした。あの時はもうみんなに合わす顔なかった。うん、はい、ということでベスト3でした。印象に残る、そしてきつい練習、ベスト3でした。今度は何のベスト3をやってほしいかはコメントしてほしいと思います。ここの下のところにあるから、もうコメントって書いてるとこポンって押したらこうファンって開いていくから、そこでもうコメント押し、なんかあるとこあるから、そこでコメントして、いろいろアドバイスでもいいし、今度やってほしいベスト3とか、いろいろなんかやってほしい企画とか全部書いてください。そしていいねボタン、ビビ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 
ということで次の動画で会いましょう。はい、これはいらんかった、これはいらんかった、これはいらんかったかね。闇パウロ、闇パウロから、もう一人の僕、もう一人の僕、超能地区アンジュ、もう一人の僕、もう一人の僕、やめときます。ありがとうございました。では次の動画で。おう、わあ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 。